かの人も忌み地毛にのみ言い渡れども、小侍従も煩わしく思い嘆きて、かかることなんありしと告げてければ、意図浅ましく、いつのほどに去ることいできけん、かかることはありふれば、おのずから景色にと、景色にても森いずるように、森いずるようもやと思い、思いしだに意図つつましく、宮に、空に目つきたるように覚えしを、まして、さばかりたごうべくもあらざりしことどもを見たまいってけん、恥ずかしく、かたじけなく、かたはらいたきに、朝夕、涼みもなき頃なれど、身もしむる心地して、言わんかたなくごぼゆ。年頃豆ごとにも、あだごとにも、めしまつわりし、めしまつわし、参りなれつるものを、人よりは細やかにおぼしとどめたる、おおん景色の哀れに懐かしきを、浅ましく大けなき者に心置かれたてまつりては、いかでかは目をも見合わせたてまつらん。さりとて、かきたえほのめき参らざらんも一目怪しく、かのおおん心にもおぼし合わせんことの意味地さ、など安からず思うに、心地もいと悩ましくて、うちへも参らず、さして重き罪には当たるべきならねど、身のいたずらになりぬる心地すれば、さればよと、かつは我が心もいとつらく覚ゆ。かの人も、これは、柏木右衛門の神です。例の人も、あの事件のもう一人の当事者、柏木右衛門の神も、忌み地、非常に程度の著しいことですが、この場合は、忌み地毛にのみ言い渡れども、ひどくやるせなさそうに、小侍従に、せついているけれども、証拠りもなく、小侍従に、せつき続けているけれども、小侍従の方でも、煩わしいことに、思い嘆いて、かかることなんありしと告げてければ、こんなことがございましたのよ。それどころではございませんよ。というふうに、言ってやったからして。で、大層驚いて、男は大層驚いて、一体、いつ、そんなことが失態したんだろう。ほんのわずかな、まだ日が引かずしか過ぎていないわけで、一体あっという間そんな大変なことが失態したのであろう。驚くわけですね。こういうことというものは、ありふればおのずから景色にいても森いずるようもやと思いしだに意図つつましくです。一体いつの間にそんなことが失態したのであろう。こういうことは、つまりあまりにことの露見するのが早すぎるわけですね。最初のことがあって、そして
すぐにそれが録音してしまっているわけですから、男の方でもあっけに取られてしまうわけです。こういうことはありふれば、おのずから景色にいても森いずるようもやと思いひだに糸つつましく、こういうことというものは時が過ぎていくにつれておのずから気配が外へ漏れていってしまうこともあろうかと、そう思うだけでもすっかり気遅れがして糸つつましく自分の方の気持ちが気遅れしてしまって、で空に目つきたるよう、まるで空から恐ろしい目に見据えられているような、そんな気持ち、空に目のあるような空恐ろしい気持ちがしたが、まして それほどにたごうべくもあらざりしことども、もうことの真相が間違いようもない現れ方をすることを、つまり手紙、自分が出した手紙の確証を見たまいてけん、源氏がご覧になってしまったとは恥ずかしく、かたじけなく、顧みて恥ずかしく、恐れ多く、肩払いたきに、いても立ってもいられないような気持ちがして、朝夕、鈴みも鳴き頃なれと、朝晩、まだ涼しくもない頃なんだが、身も凍るような気持ちがして、言いようもなく恐ろしく思われた。年頃、源氏の恩子を被ってこの幾年豆ごとにもあだごとにも飯まつわし、豆ごとってな、真剣なこと、真面目なことですね。これはまあ公ごとと見ておけば一番適切でしょう。幾年この方公ごとにつけても、また仇ごとにも私的な私ごとのお招きにつけても飯まつわし、お近くにお召しくださって参上しなれていたものを、源氏のお屋敷に伺い慣れていたものを、人よりは細やかにお申し留めたる御恩景色の哀れに懐かしきを、自分に対して人よりは格別に細やかにお心をお留めいただいて、しみじみとしたご様子で懐かしくお扱いくださっていたものを、浅ましく大けなき者に心置かれたて祭りては、呆れ果てた身の程をわきまえぬ不届き者として、浅ましく大けなき者、
呆れ果てた身の程もわきまえぬ思い上がり者、不届き者として心置かれたて祭りては憎しみをお受けすることになっては、いかでかは目をも見合わせたてまつらん。どうしてあの方にお目通り申し上げられようか。あの方の御目の届くところにまかり出ることができようか。そうは言っても、書きたえほのめき参らざらんも一目怪しく、このままふっつりと参上せずにいることも、人目が不都合であって人が変に思うであろうことは間違いなくって、かの御御心にもおぼし合わせんことの意味さ。また源氏の君がそのお心に思い合わせなさるであろうことの容易ならぬことなどなど、次々に安からず思うにつけて、心地もいと悩ましくて、体操健康状態も悪くなって、具合が悪くなって宮廷も参上いたさない、さして重き罪には当たるべきならねど、ま、この事柄っていうものは、それほど大きな公の罪に当たるわけではないけれども、身のいたずらになりぬ心地すれば、しかし源氏から憎みを受けたということになれば、これで我が世も終わりになってしまうような、身のいたずらになってし、身のいたずらになりるべきかな、なんです。我が家も終わりになってしまうような、そんな心地がするからして、さればよと、だから思っていた通りだと、一方では我が心の愚かさも大層辛く思われた。我が心から起こったことあるわけで、それはもうどうにもしょうがないことなんだけれども、考えてみるとその原因の我が心も大層辛いことに思われた。